にちは、みほどけです。ナム。早速ご覧いただいているのは神奈川県秦野市大学院にいらっしゃいます、左手小観音菩薩様、右手十一面観音菩薩様です。というのも、この日は相模新西国33観音霊場という観音霊場巡りをしてきた記録をお届けします。相模新西国33観音霊場とは、神奈川県の湘南地域に広がる観音様の札所巡りです。江戸時代に作られたこの観音霊場は、12年に一度牛年の時だけご開帳されるんですね。ということで、今年は牛年ご開帳イヤーということで、この日1日で殺所だけで5箇所プラス立ち寄ってみた1つのお寺と1つの神社ということで、合計7箇所1日でぐるぐるしてきました。あー、綺麗なお顔ですね。一緒に行ってくれたのは田中裕先生、そして久保さりなちゃんです。ね、さりなちゃんのお母さんの運転で合計7つの神社お寺に行ってきた旅の記録をご覧くださいませ。すごい、金ピカです。安藤忠雄さんの建築の本堂でございます。はい、特別に入れていただきました。ありがとうございます。安藤忠雄さんの建築が広がっております。目の前の池で休憩中です。綺麗綺麗、名水桜公園って言ってましたっけ。言ってました。桜が綺麗です。すごい、大学院さんの目の前の超のどかなお店です。でもこれ全部桜だから咲いてたらね、すごい綺麗ですよ。おお、富士山見えますよ。え、どこ？本当だ。おお、富士山あった。これ画面指さして十一面観音さんもね、一木造りでこう足元からぐーっと台座から全部上まで、下まで一木っていうので、なんか良かったですね。大木から掘り出されたんだなっていう、木の跡とかもしっかり残ってて、木目がすごい綺麗でしたね。あとはドレープのね、ポンパ式がね、規則正しく綺麗に、教科書的なやつで、あと立ち方、立ち方が、立ち方ちょっと足を広げて、肩幅を広げてこう腹式呼吸する時の立ち方ですよね。たくましい、たくましい、アナウンサーがやるやつどうですか、やるの、ね、こう汗練習を、汗練習だけのこの立ち方ね。川場神社という神社に来ました。ちょっとだけ道に迷ってしまったんですけれども、マジ大丈夫みたいな、すごいこの森の中を車でさりなちゃんのお母様が行けんじゃねみたいな感じでぶち抜いて到着です。川場神社に行き、二宮の歴史を学びましょう。わかるのここ。わかりますよ、わかるに決まってるじゃないですか。伊藤博文の木、なんで、なんで関係あんの？伊藤博文さん、一神門と言って、お寺でいう二王門みたいな、もう随神様の随神像がいらっしゃるんですが、反射で全然見えませんが、いや、歴史を感じるような古さがあります。あの木で作られてるんですけど、木の素地がね、ガシガシに見える。あ、ここに見えますね。ほら、こうやって神様なんですけども、はい、もうかなりこの色の落ち方、木の割れ方が年代を感じさせますね。そのお財布にアピール。それ流行ってる。はい、川場神社はですね、縁起式っていう神社の、古い、もう1000年以上前の編集物、天皇が編集したものに載っている川場神社です。はい、なのでこの相模の国の中でも、相模の国が出来上がる前からあった氏神様の神社ということで、とても
パワースポットでした、はい、これはいるという匂いを嗅ぎつけて仏像レーダーが反応してビビッとビビッときて、全然道のね目的地とか何でもない途中にありました、はい、西光寺さん、西光寺さんにちょっと遊びに来てみました。ちょっとブラッと寄ってみました。はい、お参りさせてもらいます。お参りします。藤棚がとっても綺麗です。で、羊も綺麗で、しかもお庭もとても、あら、ねえ、すごい仏さん、ラカンさんじゃないですよ、ラカンさんですよ、多分これ。かわいい、ヨーダみたいなラカンさんいる。本当だ、ヨーダみたいなラカンさんいる。繰り返しちゃった、謎っちゃった。すごい、この生垣面白いですね。真ん中のご神木もすごく立派、ご神木って言っていいのかな、わかんないけど、ね、ご神木じゃないかもしれないけど、すごい、ラカンさん、かわいい。はい、偶然訪れた西光寺さん、よかったですね。すごいびっくりな出会いでしたね。まさかの天然記念物の茅の木、樹齢500年以上ですって、すごいですよね。藤の花も綺麗だし、藤の花綺麗だし、500羅漢可愛かった、可愛かった。あのお猿さんみたいな。偶然の出会い、歯医者です、ありがとうございます。さあ、新相模の、西国33箇所観音霊場の一番です。12年二次郎のご会長です。もう超盛り上がってます。大盛り上がりですね。白富士と、そしてこちらに久保紗理奈さんでございます。白い服を着ている、ございます。白富士と、そして後ろにひろみちゃんが、ひろみちゃんホームビデオみたいになってる。なるほど、なるほど。こんだけ入ったなんだって、その土地はよ。あ、本当だ。ご指導、映えのご指導、すごい。あ、これはいい場所だ、ね、映えますね、ここは見て、白富士、青空、旗、そして頭っちょ、最高、最高、ね、最高。あ、いいですね、こっちも本堂と富士と旗が眩しい、眩しい、眩しい。観音様がいらっしゃいました。100番いたでしょ、いらっしゃいました、うん、はい、それで、で、後ろの鐘が108つ、108つを叩かれる、うん、だいたい45分かかります。45分にのうちに108つ叩きます、うん、ほら、はい、どんどん叩けないから、どんどん叩けないから、音が消えるか消えないぐらいの時にまた一つ。そうですね、あの普通僧侶の方がついてらっしゃるかと思いきや、もうすごく信頼されてらっしゃるんですね。そう、私は一人でやってます。一人で、雨でも風でも台風でもやらなきゃいけない。何年もやってらっしゃる、何年も、ここの新年の鐘は、この地域に響き渡る鐘は、うん、お兄さんがついてらっしゃる、うん、それでやっぱトラも同じように、はい、こういう五色の紐をずっと結んで、結んで結縁ができるんですね。そうです、はい、分かりました、うん、また来ます。来てください、覚えておいてください。はい、覚えてる覚えてるありがとうございます。東学院でめちゃくちゃ面倒見ていただきましたね、はい、いや
皆さん優しい。優しい。アットホームなお寺でしたね。アットホーム。檀家さんがもう10人ぐらいいて、はい、全員に自己紹介して全員にサイン書いて楽しかったですね。楽しかった。そこからご紹介で行った十一面観音さん、はい、第2番殺所ですね。3番です。3番か。そこも狭い、はい、あの境内というか建物の中にね、小さいお堂で、小さいお堂の中に、なんか檀家さんが熱いね。はい、皆さん優しいし、優しい。皆さんお菓子持たせてくれる。お菓子とお茶と持ってきなって、持ってきなっ て, って写真も撮んなっ て優しいわ、優しいわ。綺麗な観音様だ、観音様だったね、あれはね。あそこにあんな綺麗な方いるんだみたいなギャップが ね外側が結構ね、つるしびなとかサルボボとかね、綺麗だった。あら可愛かった。みんな自慢の作品なんでしょう ね褒めたらすごい笑ってくれて褒めてよかったみたいな皆さん大事にして、大事にして、ね、そしてそこから紹介していただいた次なる殺所へ徒歩で行ってるんですけど、はい、ひろみちゃん、時間がないのよ。時間がないのよ。そうなのよ、時間がないのよ。もうね、本当閉門してる時間なんですけど、回りすぎてて、はい、時間がないのよ。でも皆さん、檀家の皆さんが、いや、いけるまだいける、まだいけるいけいけって言って後押しされて、急いで行ってます、はい、田中ひろみ先生がずんずん歩いてます。ひろみ先生が Google マップにも載ってないお寺ですね。ひろみ先生が頑張って、はい、あ、でも見えました、見えてきましたよ。あったあった、すごい、あったあった、来た、あったあった、赤い、あったあった、旗が、ナム、ナム、ナム小腹召喚ゼオンボス。ひろみ先生すごいですね。あ、こっちこっちって言ってからだいぶありますよね。よくわかりましたね。あ、海だ。すごい、先生よくわかりましたね、ここ。赤いのがあったもん。赤いのを頼りに、この旗がどこから見えてきてたんでしょうか。綺麗だね。うちはそれぞれ綺麗だ。広い方が出てる。昔ね、宮崎先生が住んでる。宮崎さんってこと。宮崎さんがあの子ちょっと入るの。亡くなっちゃったよね。偶然もすごい勢いで出会いましたね。いやすごかった、観音様。座像でね、古民家みたいなところに入っているって、うん、ね、なんか銅像に見えなかった、うん、木造に見えましたよ ねなんか木造で金箔貼ってあるみたいに見えました ねやっぱああいう風にこう地元の皆さんがこうお茶しながらこうご会長を見守っているっていうのがねいいですね、皆さんで、ね、次なるお寺がもうすぐそこということで、空いてるか微妙だけどな。あ、眩しい。どうやって来たっけ。あ、いけるいける、やったやった違う道ちょっともう朝からいろいろ動いて動かしていただいて、もうちょっと暑くて最後の気合い入れにね、デコを出しました。蓮華院、素敵なお名前、真言宗ですね。失礼します。はい、失礼します。すずり、すごい、ジャッキが可愛い。このお寿司も立派な寿司で、素敵な寿司。本当だ、立派な寿司ですね。はい、多分不釣り合いだと思う感じだと思いますが、実はですね、はい、あのこの大磯町に寺坂というちょっと遠くの方角で、ね、あの当たるんですが、はい、大久寺っていうお寺ご存知ですかね。あ、知ってます、あの薬師さんの。そうです、そうです、ね、はい、お薬師さんの、国宝のお薬師さんのお寿司なんです、はいはい、あの大久寺さんのお寿司、実はですね、はい、あの私は湯口と申しますが、はい、その湯口 の私のヒージーさんですね、はい、あのが四国からあの参りまして、はい、あのまあ、その時で結構武器は弾圧されていた時代ですけども、はいはい、まあ、このお寺も、相当荒れてたそうなんですね。はい、でそのお寺に入りまして、はい、でその隠居した寺が小野寺さんなんですね。ということで今日でも時間切れです。時間切れです。4時47分です。今日いくつ回りましたっけ。まず一番初め大学院さん、33番と2番ですね、はい、33、32、1、3、5、はい、飛び飛びすごい全部ね、結構な距離あったんですけど、ね、あと途中神社も挟んで、はいはい、川和神社も挟み、でもいっぱい回りましたね本当に。で一個一個すごいディープに皆さんにご案内していただいて、ものすごく親切、親切、
蓮華院さんの奥様とかは、はい、仏様喜んでるねみたいな何回もおっしゃってましたね。仏様も喜んでるよ、ね、いやこちらこそありがたかったですね、本当にいろんなお寺さんのいろんなご縁があって、相模の国に意外ともうこんなにも仏様がね、知らない土地を知れてよかった、ね、よかったでしょ。こんなに本当に観音さんがたくさんいらっしゃるとはね、今度ね来年が薬師さんの年なので、はい、来年また来なきゃね、また一緒に行きましょう、ね、いろんなところで言ってね、来年来てね、また来年来て、ね、来るしかない、来年元気で会おうって行こうね、行きましょう、うん、ということで一日ありがとうございます。ありがとうございました。また次12年後のご開帳お楽しみにありがとうございます。